明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発は右のサイスニード、対するジャイアンツの先発は右の高橋、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右のサイスニードマウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは丸。第6球を投げました。151キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。左バッターボックスは2番佐々木。第2球投げました、打ちました、痛烈、入れば先制だ。さらに伸びていく、レフト見送った、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは3番吉川。第7球を投げました、スプリット、空振り三振。バッターは4番岡本。岡本背番号25。第1球投げました、あっと引っ掛けた、打球はレフトへ、掴んでこれで3アウトになります。1回の表が終わって1対0、スワローズ先制点を奪われています。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で青木、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げました、初球打ち引っ張った、ライト線に打球が飛んでいますがファール、初球ファールから第2球打ちました、いい当たり、入るか入るか、ダイレクトフェンスに当たった、村上三塁回った、スワローズこの回3点目、サンタナ三塁でストップ。さあ、先ほどの勝ち越しの場面です。2回の表、3点を追いかけますジャイアンツの攻撃、先頭バッターは坂本。第1球投げた、流し打ち、どうだ、内野ゴロ、オスナ掴んだ、オスナベースを踏んでワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番秋広。第8球はアウトコース高め、見逃し三振、右バッターボックスは7番小林。投げた、インコース、見逃し三振、サイスニード最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって4対1です。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で青木、第1球見送ってボール。第2球投げた、ストレートはボール、投球はこれから3球目、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、ライトを見上げた、ホームラン、スリーランホームラン。スワローズファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていった、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは門脇、次が7球目投げた、打ちました、サイスニード、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打伊豆口に変わりまして、伊豆口背番号35。さあ、投球は5球目投げた、打ちました、村上取った、一塁送球、アウト、
これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って丸。第1球投げました。初球を打ちました。右中間へのフライ、飛びつく、ヒットになります。丸二塁も狙う。丸いいバッティングを見せました。先ほどホームランを放った佐々木、第6球を投げました。変化球、空振り三振。3回の表が終わって7対1、スワローズ6点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは吉川、投げました、打った、右中間へのフライですが丸山落下点に入った。右中間深いところを掴みました。バッターは4番岡本、第1打席はレフトフライに倒れています。次は5球目、打った、ピッチャー返し、抜けた。岡本ナイスバッティングです。右のバッターボックスは5番坂本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。アウトコース、空振り三振。バッターは6番秋広、第4球を投げました。外角低め、空振り三振。サイスニード、ナイスピッチング。4回の表が終わって7対1です。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは小林、次は4球目、投げました、打ちました、左中間へ上がった、センターバックしていった、ヒット。小林二塁を狙う。小林ツーベース。バッターは8番門脇、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。打った、ライトへの打球、ライト落下点に入りました。ライト掴みました。中継、ランナー三塁へスタートを切った。スワローズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは船場様、投げた、打ちました、これは内野ゴロ。村上ボールを取る、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは三塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターは丸。第5球投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、ライトを見送った、ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。ジャイアンツ2点返しました。今チームメイトが迎えます。さあリプレイです。バッターは2番佐々木、今日3打席目。第3球打ちました、右中間へ持っていきましたが取って、これで3アウト、チェンジ。5回の表が終わって7対3、ジャイアンツこの回2点を返しています。5回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは青木、今日5打点を挙げています。第1球第2球投げた、打った、これは強烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン。青木これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。8対3、スワローズリードを5点に広げます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。サイスニード降板、右の木澤、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。ゲームはこれから、打った、強い当たり、さらに伸びていく、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。ジャイアンツ1点返しました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。
バッターは4番岡本。第5球投げた、マシンで捉えた、破ってった、岡本いいバッティングを見せました。右のバッターボックスは5番坂本、今日はファーストゴロと三振打ちました。打球はショートの右、二塁送球、二塁フォースアウト、一塁送球アウト、ゲッツー、ツーアウトランナーなくなりました。バッターは6番秋広、初球打った、ショート正面、長岡掴んだ、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって8対4、ジャイアンツこの回1点を返しました。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは小林。第2球投げました、打った、フラフラっと上がった、竹岡余裕があります、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番門脇、今日はピッチャーゴロとライトフライ。第4球を打った、いい当たりだ、破った、門脇ナイスバッティングです。ピンチヒッターは長野。第5球投げました、打ちました、長岡交代、ショート取りました、門脇飛び出している、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターはトップに帰って丸、今日2打点を挙げています。第5球投げました、インコース引っ張った、ライトへのフライだ、ライト下がった、取りました、これで3アウト。満員の神宮球場、上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。スワローズリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で青木、今日は3安打猛打賞。第2球投げました、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びて見送った、ホームラン、ソロホームラン、3打席連発、ストレートを狙い打ち、9対4、スワローズリードを5点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。木澤降板、マウンド上ピッチャーは山本、今日3人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか、打った、破った、佐々木いいバッティングを見せました。左対左の勝負になります。今日はホームランを打った、ライト方向へ持っていきましたが、ライト取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボックスは4番岡本、これが4度目のバッターボックス。投球これから5球目、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。右バッターボックスには坂本。第3球は打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフトへも、レフトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。ジャイアンツさらに1点を返しました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは6番秋広、今日はここまで3打数の、打ちました、三遊間抜けた、秋広ナイスバッティングです。バッターは7番小林。投球これから7球目、打ちました、ショート正面、ゲッツーコースだ、アウト、ツーアウトランナー二塁に変わります。先ほどヒットを放っている門脇、さあ5球目、打ちました、セカンド左へのゴロ、竹岡ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。8回の表が終わって9対7、山本この回2本のホームランで3点を失いました。
山本降板。マウンドに上がったのは石山。最終回2点差でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第6球を投げた。打った。これはファースト正面。オスナ取った。アウト。オスナ自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って丸。次が4球目。投げた。打ちました。三遊間へのゴロ。長岡ボールを取る。ボールはファーストへ。判定はセーフ。記録はヒット。記録はヒットです。バッターは2番佐々木。第6球を投げた。打ちました。長岡掴んだ。二塁へ送る。セカンドフォースアウト。セカンドから一塁送球。アウト。ダブルプレー。試合終了。スワローズ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は9対2。